ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。ここにある段ボールは何なんだ？これは、悟りから届いたのよね。今度一緒に飲みたいウイスキーがあるみたいで、その銘柄のスタンダードボトルを送ってくれたのよ。随分粋なことをするんだな、悟りは。そうね。お礼に秋の幸をたくさん送ろうと思ってるわ。それは良いな。霊夢も義理がたいぜ。そうかしら？マリサにもいつもお世話になっているし、今日は、届いたウイスキーと秋の幸を楽しもうね。やったぜ。とても最高だな。それは良かった。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ところで、送ってくれたボトルが何かを、霊夢は知っているのか？知らないけど、多分全部スコッチだと思うわ。今度一緒に飲みたいウイスキーは全部スコッチみたいだから。なるほど。それなら一本ずつ出していって、じっくり飲まないか？それが良いわね。じゃあ一本目を取り出していくわ。お、一本目の銘柄はベンロマック10年だな。そうね。この銘柄は確かスペイサイド地方で作られているんだっけ？そうだな。ベンロマックは1898年にスペイサイド地方のフォレスで創業した蒸留所で、その長い歴史の中で、創業と休止を繰り返し、さらに閉鎖をも経験しているんだ。それは結構波乱万丈ね。じゃあ、今も結構不安定なのかしら？今は復活を果たしたぜ。インディペンデントボトラーの、ゴードン&マクファイルが5年の歳月をかけてな。へえ、5年というのは結構長いわね。どうしてそんなにかかったんだろうね。それは、どんなウイスキーを作るべきかをじっくり吟味したからだな。結果として、ベンロマックはかつてのスペイサイドモルトのスタイルを復活させるべく、ライトリピーテッド麦芽でウイスキーを作ることにしたぜ。これは、かつてのスペイサイドでは、石炭の代わりにピートを燃料にした習慣があり、全くのノンピーテッド麦芽は存在しなかったことに習っているな。なるほどね。ベンロマックを味わうときはそのことも頭に入れておくわ。だから、このベンロマック10年を飲んでいこうよ。そうだな。ベンロマック10年はバーボンバレル 80% とシェリーホグスヘッド 20% で熟成し、最後の1年をファーストフィルのオロロソシェリータルで高熟しているんだ。ちなみに、各バッジの一部を自バッジへ混ぜる、それら方式を採用していたりもするぜ。そうなんだ。じゃあ早速ストレートで飲んでみるね。なるほど。これはスパイシーで大きいなバーボンタル由来の味わいと、華やかで濃厚なシェリータル由来の甘みとがバランスよく感じられ、同時にピーテッド麦芽由来のスモーキーさもちょうどよく感じられるわ。飲み進めていくと、柔らかいクリーミーな甘みがより存在感を放ち、最後はかすかなスモーキーさが心地よい余韻を作り出すね。そうだよな。私も、いろいろな味わいがバランスよく感じられるよう銘柄だと思ったぜ。そうね。今度、また違ったベンロマックを飲むのが楽しみになったわ。それはよかったな。じゃあ、続いて2本目を見ていこうぜ。了解よ。じゃあ、2本目を取り出していくわ。お。2本目の銘柄はグレンファークラス12年じゃないか。そうね。この銘柄もスペイサイド地方で作られていて、確か、シェリータルにこだわりがあり、100% オロロソシェリータル熟成なのよね。そうだな。グレンファークラスは樽にこだわりがあり、また樽を大切に使い続けているぜ。というのも、他の多くの蒸留所がファーストフィル、セカンドフィルのシェリー樽しか使わないのに対し、グレンファークラスはサードフィル、フォースフィルと4回にわたって樽を使い回しているからな。なるほど。樽も傷んでくるわけだし、いかにグレンファークラスが樽を大切に扱っているかがわかるわね。そういうことだぜ。じゃあ、早速グレンファークラス12年を飲んでいくか。やっぱり、12年はバランスよく、味わい深いわね。そうだな。スタンダードな12年はしっかりとしたスイートなフルーティーさがあり、また、ドライフルーツを思わせるスパイシーで鮮やかな甘みも心地よいぜ。飲み進めていくと、柔らかいモルティーさや心地よい香ばしさも感じられるな。だから、シェリータルの良さだけでなく、様々な良さを実感できる銘柄だと思ったぜ。なるほどね。確かに複雑に色々な味わいを感じられるわよね。12年はグレンファークラスのスタンダードとなる銘柄だから、ファミリーカスクなど、いろいろなグレンファークラスを飲む上でも飲んでおきたいね。そういうことだな。結構前半で満足感はあるが、続いて3本目を見ていこうぜ。そうね。次が折り返し、3本目を取り出していくわ。お、3本目の銘柄はカリラ12年じゃないか。この銘柄はアイラの海峡の意味を持つ、アイラモルトよね。そうだな。アイラ島には長い歴史を持つ蒸留所が多く、カリラも1846年の創業以来多くの歴史を刻んできたぜ。そんなカリラだけど、シングルモルトとして脚光を浴びたのは割と最近なんだ。というのも、カリラは2002年に花と動物シリーズ以来のオフィシャルボトルとして、12年、18年、カスクストレングスが発売されたことで、ひっそりとしたカリラの人気が大きなものになったからな。ちなみに、今では生産量の 15% はシングルモルト用なんだが、かつては生産量の 2-3% だけがシングルモルト用だったぜ。まあ、それはジョニーウォーカーなどの原資として重宝されていたからなんだけど、
なるほど。カリラはジョニー・ウォーカーのキーモルトだもんね。カリラは結構ワインしているから、味わいも結構把握してるけど、改めてじっくり飲んでみるわ。それが良いぜ。やっぱり美味しいわね。カリラは。そうだな。スモーキーさは強烈なアイラモルトに比べると、ある程度軽やかで、じっくりと飲み進めると、焦がしたスパイシーさの奥にモルティーな甘みがあるな。全体的には心地よく、かすかな塩っぽさやオイリーさも感じられる味わい深い両銘柄だと思うぜ。そうね。アイラモルトとして、刺激的すぎず、マイルドすぎない。それでいて、ちょうど良い複雑さやスモーキーさ、さらに心地よい甘みもある。アイラモルト入門にもすごくおすすめしたい一本だと思ったわ。そうだな。最近はなかなか良い値段になってきてはいるけど、それでも、どう価格帯のアイラモルトと比べて負けていないから、おすすめだぜ。そうね。なかなかの激戦区だけど、しっかりと存在感があるよね。確かにな。まあ、アイラモルトの中ではリーズナブルだから、それだけで価値があるぜ。それもそうね。じゃあ、続いて4本目に行くわ。そうだな。4本目の銘柄はクライヌリッシュ14年か。これもなかなか素晴らしい銘柄だと思うぜ。そうね。クライヌリッシュは確か、ハイランド地方で作られている、山猫がシンボルの隠れた名酒ね。そうだな。今となっては結構有名なハイランドモルトだけど、名酒に違いないぜ。ちなみに、あの有名な閉鎖蒸留所のブローラは、かつてのクライヌリッシュ蒸留所だな。あと、クライヌリッシュもカリラ同様、ジョニー・ウォーカーのキーモルトの一つだぜ。なるほど。ざっと特徴を挙げただけでも、なかなかの名酒であることがわかるわ。最近は値段が上がっていたから飲む機会が減っていたけど、これを機にじっくり飲んでみたいね。そうだな。それなら早速飲んでいこうぜ。了解よ。やっぱり、クライヌリッシュも間違いない名酒ね。味わいはしっかりとした厚みがあり、また、スイートでメローな味わいも心地よい。飲み進めていくと、しっかりとしたウッディーさを伴うスパイシーさもある。他にもクリーミーでメープルシロップのような甘さや、繊細で華やかなフルーティーな甘みも感じられる。だから、深く、長く味わうのにぴったりの一本だと思うね。そうだな。クライヌリッシュはボトラーズもいろいろ楽しんでほしいから、オフィシャルのクライヌリッシュの味わいもしっかりと知っておいてほしいな。そうね。いろいろ飲む上でのベースとして頭に入れておくわ。それが良いぜ。じゃあ次が最後の一本みたいだな。そうね。5本目の銘柄は、ミルトンダフ15年だわ。お、ミルトンダフか。なかなかマイナーな銘柄だぜ。あまり見かけないわよね。スペイサイドモルトということはかろうじて知ってるけど。なるほど。まあ、それだけでも十分かもしれないな。というのも、ミルトンダフはほぼ全てがバランタインの原酒として出荷され、シングルモルトとして出回ることはほぼなかったからな。でも、2017年にバランタインの原酒シリーズとして、グレンバーギー、グレントファーズ、そしてこのミルトンダフが発売されたから、知名度は少し上がったな。なるほどね。ミルトンダフはまだ飲んだことがないから、どんな銘柄で、どんな味わいなのか気になるね。そうか。ミルトンダフは1236年に建てられた。プラスカーデン修道院の経営していた製粉所の建物を利用して、1824年に創業したぜ。ちなみに、ミルトンとは製粉所のある村という意味で、ダフという名前はその土地が、ファイフ伯ダフ一族によって所有されていたことから来ているな。ちなみに、同じくバランタインの原酒シリーズの一つである、グレンバーギ蒸留所は、ミルトンダフ蒸留所の近くにあり、二つの蒸留所は姉妹蒸留所として運営され、1936年にハイラム・ウォーカー社の所有となって以来、一貫してバランタインの原酒を作ってきたんだ。なるほどね。私はバランタインが結構好きでよく飲んでるから、ミルトンダフやグレンバーギ自体は結構飲んでいそうね。だから、シングルモルトのミルトンダフもじっくり味わっていきたいわ。そうだな。じゃあ、早速飲んでいこう。なるほどね。やはりバランタインのキーモルトなだけあり、しっかりとした味わいで、フローラルでスイートな甘みと、シナモンのようなフレーバーとが複雑に感じられるね。そうだな。じっくり飲むと、爽やかな甘みや、滑らかで上品な甘みなどもあり、また、余韻も長く心地よいぜ。だから、シングルモルトとして飲んでも大満足な銘酒だな。そうね。今度バランタインを飲むときは、ミルトンダフのことを思い出しながら楽しんでみるよ。それが良いぜ。ところで、今度サトリと一緒に飲むのが楽しみだな。今回の銘柄で、興味深いボトルを飲むんだろ？そうみたいね。サトリが来るときはマリサも呼ぶから安心してね。それはありがたいぜ。楽しみにしておくな。了解よ。視聴者のみんなも今回紹介した銘柄の感想だったり、今回紹介した銘柄のおすすめがあったら気軽にコメント欄で教えてね。それと、やってほしい企画や紹介してほしい銘柄などもコメントしてほしいわ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。